さて、今回ちょっとぬるっと始まりましたけど、その1個ね、正解は3ヶ月後っていう企画をやりたくて。あ、今わからないですね。今わからないです。まあ、時短が出るじゃないですか。次の段に出てくるアビスラッシュの能力を考えようっていう。はいはいはい、はい、そして3ヶ月後に正解がわかるっていう。なるほどね。そう、で、ちなみにこれ俺も企画だけしたけど一切能力は考えてない。今から考えます。なので、今からみんなで考えてプレゼンしちゃうっていう回を取っておきます。はいはいはい、で、3ヶ月後に。そうですね、わかります。アビスラッシュの能力とシビルカウントの能力を1個ずつ両方しましょう。じゃ、まずアビスラッシュからいこう。名前は難しいですよ。名前は天才。名前当てる場合、カジュアルゲームズが必要だ。はい、できました。じゃあ負け先手で、はいはい、最初はグー、ジャケポン。いいでしょう。じゃあ僕のカード、サンバナ2000アビスロイヤル。自分のアビスがバトルゾーンを離れたとき、相手は自身のクリーチャーを1体選び破壊する。リアルだなぁ。堅実。これはですね、アビスラッシュあるじゃないですか。最初のうちボトム行くじゃん。その時に誘発します。あ、離れたときだからね。はい、なかなか強いですね。そうですね。で、こいつにアビスラッシュをつけるとヤバそうだなという。なるほどなるほど。これにはアビスラッシュつけれないんじゃない。だってもう自身で完結しますもん、ね。自身で完結するのはやばいかなと思って、まあでもアビスロイヤル持ってるから邪神帝がいるとこいつもアビスラッシュ。あ、そっか、1マナなのか。しかも1マナになるっていう。でかいんだよな。で、多分こいつから先殴るんだよね。そうですね。っていうプレイもありそうなんで、これで、はい、じゃあ、言った人が次の人は指名します。はいはい、あ、俺ですか。はい、いや、僕ね、めっちゃ自信ある、超リアル。お、いきますよ。はい、アビスラッシュ5コスト8000のクリーチャーで、クリーチャーがアタックするとき自分のクリーチャーを1体破壊しても良い。そうしたらその破壊したクリーチャーよりもコストの小さいアビスを墓地からバトルゾーンに出す。そのクリーチャーにアビスラッシュを与えるっていう効果があります。え、出した後アビスラッシュ与えてもいいんだよね。出たクリーチャーにアビスラッシュ与えても死なないんだよ、あの治療して。あ、そうなんですね。え、だってアビスラッシュってこっちから召喚した。あ、そうかそうか。あ、でもニュアンス的にはアビスラッシュで出した効果みたいな。アビスラッシュで出したい場合ってどういう適性なるんだろうな。なんかそのクリーチャーは相手プレイヤーをアタックできて、スターの治療時に山倉の下に行くっていう。そんなぶっ最後なテキスト感じ。ジャキーさん取りかな。はいはいはい、で、僕いきますね。はい、アビスロイヤル7マナパワー11000、バトルゾーンに出た時に場のアビスの数だけ相手のクリーチャーを破壊し破壊した数ドローで、ダブルブレイカー。現実だね。うわー、そのね、フィニッシャーですか。フィニッシャーですね。今フィニッシャーでバー破壊するカードがないんで、はいはいはい、まあ、トロットロットロット結局は受け取りがなんで、まあ、攻めれるバー破壊で、なおかつ、まあ、リソースも稼いでカードも返せるし、ありそうなのが11000ダブルブレイカーが結構。ああ、ちゃんと、まあ、邪神帝出してからこれに繋がるのも、まあ、まあ4号で出して相手の盤面一気に背負って、こっちはリソース稼いでくるみたいな。破壊したらリソース稼ぐアビスロイヤル見たくねえ。今んとこ何でもやってくるからな、まあ、面白いな。結構願望を込めて。いや、ありだな。はい、じゃあ、はい、最後いきます。コスト5のアビスラッシュで出た時に山下から3枚墓地に置いて、最下のアビスを2枚まで墓地から出すっていう効果です。 5で出して最下を見て出す。ダッシュって消えちゃうじゃん。その最下は消えないっていう。はいはいはい、ちゃんとレアリティまで。あ、レアっす。レアっぽい、確かに。そう、だからその邪神帝されなくても並べれるよみたいな。でもこれとアーティーさんのやつ組み合わせたらめっちゃ強いじゃん。これ出して並べて最終的に破壊するみたいな。シーンのトリガーはない。さすがにあったら弱い。ニュアンス的にはバイモデルのトリガーがない代わりに2台出せる。そうだ、2台だね。あ、確かに、うん、まあ、ありそうでなさそうで、ありそうでみたいな。まあ、正解は3ヶ月後なんで。そうだね、ジョーカーなんで。はい、では続きましてシビルカウント。シビルカウント、これなぁ、これ文明も問わないんですか。ああ、問わないっす。なるほど、まあ書いておいてください。文明は宣言するから、みんないきます。一番難しそう。じゃあ僕自然使いますね。じゃあ文明、うん、あ、僕一人むずこれ。こうやって見るとさ、開発ってむずいんだなって思うよね。相当むずい。めちゃくちゃむずいよな。俺ら普段脳死でバカバカ叩いてるけど、これマジこっち側になったらやってらんねえわ。絞ってんだなと思いますよね、本当に。ちゃんとこっからまたテストプレイもありますから、ね、そう。で、その時に気づかんかったコンボあったら終わりだもんね。なんちゃらジャックさん。あ、終わりました。まあ、発表順さっきのギャグでいきますか。はい、はい、じゃあ、ジャッキーさんから。はい、そうします。コスト5の機械のメラベルミネロ中途が持ってて、出た時コスト5以下の機械のドラゴンを1体手から出します。で、シビルカウント5で機械のクリーチャーが出るたびにワンドローでいきます。ほう、ストレスついたらドラゴンサインの実際版みたいな感じのクリーチャーです。結構なんかミストリエスプラスドラゴンサインの実際版。そう、ドラゴンサインの実際版。シビルカウント5きつくね。あ、トリガーだからってこと。そう、トリガーだから。あ、なるほどね。はいはい、メレリアス。いやー、ドラゴンなんだね。そう、ドラゴン光のクリーチャーだったね。さすがに。セキュラードメチアルがバーン。救われた。あ、よくできてる。
うわー、なるほどね。結構堅実な。いやー、堅実めだな。ベリリアね。ベリリア。はい、というわけで、僕いきます。はい。自然の3コスト3000のフェアリークリーチャーで、ガードマン。はい、出た時に山札1枚ブーストして、シビルカウント4で、あのクリーチャーにダブルブレイカーと攻撃時ブレイクした呪文のシールドトリガーを使えないを与える。これやばいの？あ、すごくいいの？オービーメーカーの強化。やばいってこれめちゃくちゃ強いよ。オービーメーカーって、呪文のトリガー止まらんから許されとるみたいな感じない？そっか、カルマインカで足りないところをこいつで埋めに行くってこと。やっぱカルマインカちょっと重いし、もっと使いやすくて、あとなんかブーストして使い終わったと思ったら除去しないの結構いいなと思って。これやべえ、これ強そう。競技勢としてね。これやべえ。願望を込めて。これ出たら怖えな。これは強いね。じゃあいきます。シビルカウント4、非文明で、シンパシー、火のクリーチャー持ってる8コスト、パワー1万のクリーチャーで、このクリーチャーが場に出た時、バトルゾーンに自分の火のクリーチャーまたは火の魂シールドが4枚以上あれば、このターン、クリーチャーがアタックする時、相手のシールド1枚選び、それを墓地に置くっていう効果になってます。これめちゃくちゃ強い。結構またスーパーレア狙いなんですよ、その出た時。出た時なんで、そのターンですね。そのターン限定ではあるんですけど、シビルカウント達成してれば、自分のクリーチャー全部、ダイハード流星みたいな。はいはい。はー効果を与えるっていう。まあまあまあ、でも現実的な注射かな。シンパシー持ってんのか。そうです、そうです。だからなんか、アタンバルガじゃないですけど、なんかそういう感じで、並べて、小型で焼却しながら殴っていくっていう。最近ね、ちょっと、シールド焼却ギミックがね、ちょっと最近少ないんで、ちょっと欲しいなと思って、ここじっくり考えました。最後これなんですけど。名前、ハイパーゼイレブン。シビルカウント11、ゲームに勝利する。なるほどね。これ、ワンチャンない？なんかありそうだね。やばい、このカード。ハイパーゼイレブン。いや、サイバーゼイレブンは本当なんだけど。ありそうじゃない？なんか出てきそうじゃない？これ。いや、なんかシビルカウントのロマン枠ですよね。そうそうそう。こんな変な使い方もできるよみたいな。いや、最初、シビルカウントの6以上ってどういう設定にしようと思ったときに、ああ、いいのおったわと思って。確かにね。確かに。これ、11がいい味だそうですね。これ期待です。いや、なんかエクストラパックとかにしれっと入ってそうですよ。いや、あるわ。そっち向けな気がするね。いや、どっかで出てくるものを祈る。わ、これ出して勝ちてはい、というわけで、まあ、正解した方には、後日、俺から粗品をプレゼント。やったー！というわけで、はい、じゃあ今回は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ドラゴンってところが組み合わせ難しそうですよね。なんか診断スーパーカードラゴンだったんで。あ、そうそうそう、あ、そっか、うん、ドランそう、ドランドルキンとか出せるんですよ。確かに。めっちゃ出そうだけど全然いらねえんだよな、このカード。あれよね、なんかメタリカでもあったよね、ジャスティルミナリーみたいな。あー、あったね、まあ、あれもだけど、うん、最初さ、ドラヘダーゼンのサポートカード作ろうと思ったけどむずすぎて断念した。いや、あれがちょっとむしろあいつだけかわいいイメージあるから。あの、尺足んなかったんで、ちょっとだけ雑談します。あの、先日2回目の UDB 撮影があったんですけど、皆様の意見を取り入れて、ちゃんと UDB あの、改善されてます。例えばデッキ選択ですね。前回は向こうがデッキ使ったのを見てから2戦目以降、こっちが後出しでデッキ出したんですけど、今回完全ランダムになってます。あとあの、対戦の画角もですね、前回斜めからだったから見えにくいっていう意見が結構あって、今回真上からの撮影になってますと。あともう一個これ完全に裏話なんですけど、あの、なぜかメイクさんがいましたね。1回目にはいなかったはずの。現場からは以上です。